キットロックはアメリカミシガン州デトロイト出身のロックミュージシャン及び彼が率いるバンドの名称である。本名はロバート・ジェームス・リッチー。キットはボーカルを担当し、それにバックバンドのツイステッド・ブラウントラッカーバンドが加わる。シェリル・クロートのデュエットソングピクチャーはカントリーバラードソングとして大ヒットした。エミネムとは同郷出身の旧友で、 ごく親しい仲の者のだけで行われたエミネムの結婚式にもキットロックは招待されている。当時のラップメタル人気もあり、アルバムデビルウィズアウトウェイコーズが1000万枚以上の大ヒットを記録し、芝叩く間にトップシンガーになった。このヒットに至るまでに10年以上のインディー歴があり、苦労人としてもで有名である。続いて出したアルバムヒストリー・オブ・ロックも、 大ヒットし、アメリカでの人気は不動のものになる。2001年に出したアルバムコーキーはカントリーバラードピクチャーのヒットもあり300万枚以上のヒットを記録する。このアルバムからカントリーテイストの強い楽曲が目立つようになっていった。2003年に出したアルバムキットロックはこれまでのラップ曲などが主なアルバムとは全く違う。 カントリーやロカビリーが主なアルバムに仕上がっている。2005年には CBS の人気ドラマシリーズ CSI ニューヨークに本人役でゲスト出演、ライブ中に会場の駐車場で雇っていた運転手が射殺される事件が発生し殺人の容疑をかけられてしまうという役どころだった。2006年7月にかつて交際があった女優のパメラ・アンダーソンと結婚する。 8月3日にビバリーヒルズで入籍8月17日にテネシー州ナッシュビルでの披露宴を行い話題を呼んだが4ヶ月後に破局した2016年にマイケル・ムーアが映画アメリカン・スナイパーに関連した狙撃手は卑怯者とのツイッターのつぶやきにファックユー・マイケル・ムーアお前のおじさんもお前の存在を恥じてるよとマイケル・ムーアを 避難的に綴った書き込みを自サイトで発表した。2018年3月12日、プロレス団体 WWE より、セレブリティ枠として WWE 殿堂入りすることが発表された。ありがとうございます。